諸崎漁港市場小女子のカチリホシオオアサリシャコイワシマルボシイカボシ。諸崎漁港市場は愛知県北郡南千田町諸崎の漁港で開かれる市場。諸崎漁港は愛知県管理の第二種漁港で主に沿岸漁業地域とされている。愛知県北半島の先端に位置する諸崎は伊勢湾と三河湾が交差し、海洋も近く、 古くから漁業が盛んな地域であった。諸崎漁港では特に一本釣り漁業、船引き網漁業が盛ん。一本釣りでは高級魚のタイなど、船引き網では少女子が水揚げされる。フグ、シャコ、タコ、アナゴが人気で名古屋県から観光客が訪れる。近年は新規漁業就業者は少なく高齢化が進む。よって漁業と観光。 商業との連携を進め、地産地消の推進により活性化を図っている。周辺漁業組合との共同で産地識別タグを普及させ、南千田産として知名度向上を目指している。諸崎漁港では朝市が開かれており、新鮮な海産物が良心価格で手に入れられ、観光地、ドライブコースとして人気がある。諸崎漁港朝市は水曜日を除き、 朝8時から12時頃まで開かれ、新鮮な魚介類や干物、佃煮などの加工品が販売されている。諸崎漁港は特に少女市の漁獲量が多く旬の時期には活気づく。3月初め頃に解禁日を迎え、毎年3月中旬旬分の頃が漁の最盛期。しらすぼしや釜揚げ、佃煮などに加工され、市場に並ぶ。伊勢湾、三河湾は、 全国でも有数の少女市の魚場で水揚げ量も上位。愛知県により愛知の四季の魚の春の魚に選定されている。少女市の資源管理少女資料は昭和50年代に厳しい不良に見舞われたため、量の期間の制限及び、新魚の保護などにより資源管理に取り組んでいる。ちりめんもろざき漁港朝市。ありがとうございます。